ショールームのさコメントとかさ、あの始めた瞬間にめっちゃバーってくるじゃないですか。でみんなさ、なんかこう10代とかならさ、めっちゃ毎日携帯使ってるからさ、打つの早っとかわかるけどさ、私よりさこう年上の方とかがさ、やっぱショールーム見てくれてるじゃないですか。年下の方ももちろんいらっしゃるんですけど、そう思ったらさ、私のショールームのさあれにさ、もともとあるんですね。なんかこのなんか単語みたいなのがパーって並んでて、そこで選ぶみたいな感じなんだね、ショールーム。なんかさ全然ショールームのこと知らないからさ、そう AKB のさファンとかじゃなかったからショールームとか知らなくてさ、そうそう定型文ねあるらしいね、最近知った。でそれでなんか押したら自動的にポンっていくんだと思って、そう、シューンって私に届く。ちょっとさごめんね、髪いじってて。そうこの後ちょっと外に行かないといけないからさ、さすがにボサボサだったらあれだわと思って。なんかナチュラルに可愛いみたいな感じで仕上げられたなと思います。まあって言ってもどうせすっぴんだからいいんですけど、なんかストリート系女子って感じじゃない服がね。でも全然そんなことないんだけど、私こういうの似合わないから、これレッスンでちょっと寒いなとかって時に着てるやつです。そうでもね帽子かぶりたいから下で下ろしとこう帽子かぶりたいので下で下ろしておきます。これからジョギング、ジョギングじゃないよ、ジョギング、私がこんな夜に一人でジョギングをするわけだ。これブドウ用のさあれだからさ、めっちゃギジギジになる。帽子深くかぶる。警備します、来ないでください、秘密なので来ないでください。これさ夜の外出ってさ、なんか意外に暗いから見えないかなと思って何もしなかったらさ、結構さ出て明るいとかって時あるからさ、なんか街灯とかだからもうちょっとある程度前髪だけ、前髪だけ。そうスピン、あの薬用リップ塗りました。街灯ない、そう、まあ、一人じゃないからいいんだけど、化粧しようかな、いっか、どうせ帽子かぶるし。そう帽子かぶったらちょっと待ってて、これで隠れるかな。おー隠れる隠れた。隠れた、シュシュで。私さバケハかぶったら赤ちゃんなんだよねバケハ、頭のバケハです。頭大好きすぎて、頭って言うんだよねあれ、頭って言うよねあれ、帽子屋さん。そう頭がね本当に好きで、
私のかぶってる帽子はほぼ頭。高いけどね、やっぱ可愛いのがいっぱいあっておすすめです。もう帽子で迷ったら絶対に頭に行くべき。頭？頭で合ってる？カフォーラ？頭？私頭って言ってるんだけど。ヘアバンドもね、可愛いよね。私ね、持ってるよヘアバンド頭の。なんか、あーおはようございます。でこうやってお仕事の時は行ってます。だから小さくてこの赤ちゃん帽子をかぶってたら私と思ってください。頭で合ってるよね、よかった。服をソロにした。え、これそう、脱いで見せたいんだけどさ、この下、これ今日1枚だからさ、アディダスのやつ、なんか多分ここにあるよね、見える。おお危なこれです。でもこうこれね、上までできるから結構日焼け対策とかに持ってこい。こうやって小顔効果あ、おはよう。でもこれ結構前に買ったアディダス、なんかこんな感じ、後ろもシャカシャカで、裏はこんな感じになってるから、結構夏でちょっと寒いとか、なんかクーラーちょっとあるところとかはこれでもいいし、冬場は多分これでもいいし、ポッケもチャック式なの、こうやって感じだから結構 OK。 そう、これになんかダボダボのズボンとか合わせたりだとか、でも逆にこれにきれいめのスカートとか合わせても逆に全然可愛いと思う。なんかスポーティー綺麗みたいな、なんか 楽な服着たい時とかはおすすめ。そう、おすすめっていうか、これもねレッスンでも2回ぐらいしか着てなくて、これ全然着てないけどちょっと着てみた。これにコート着る、あ、これにダウン着る。もうさ、ダウンないと最近寒いから。そう、車とかだったらねこれ1枚でいけるんだけど、ね、インスタの質問返しでもしようかな。本当は文字で返そうと思ったんだけどさ、前髪切ろうかな、前髪切ろうかな。今は切りません。間違った。本当は言葉で言葉っていうか文字で返そうと思ったんですけど、こんな感じにいっぱい来てるので返したいと思います。めっちゃ来てる。おすすなんだろう、おすすめのスクールヘアアレンジだって。なんだろう、ポニーテール。でもさ、多分学校ってさ結構あれじゃないですか、なんか規則が厳しいと思うから、なんだろう、でも私は規則が厳しいっていうか、なんか緩くしてもいいんだけど、その私の通ってた学科コースが結構なんかその学校の中でもなんか結構ちゃんとしてないと言われるような学科っていうかコースに通ってたから、
ポニーテールして、ちょっとここのもみあげ、このちょっと短いやつあるじゃないですか、これを出してこう巻いたらちょっとなんか言われそうだったから、あのそれも1年生の時とかだったから、巻いたら言われそうだったから、こう出して内巻きに若干して小顔効果とか、前髪をちょっと薄めにしてとか、でも本当にそれぐらいしかできなかったね。ポニーして巻くとかもなんか言われそうだったからやんなかったし。そうでも学校で結構なんかモテるヘアアレンジとかさ、今みたいに着てるけど、意外に男の子とか男性の方ってあのストレートとかの方が結構好き。そうなんか結構なんだろう、こう巻いてますとかっていう子とかよりは、そのストレートでポニーテールとかで、体育祭の時とかだけちょっとなんだろう、お団子にしてみるとか、そういうなんか特別な日にだけちょっといつもと違うとかの方がなんかキュンってくるらしいですキュンってくるらしいです。そうだと思う、私からしても。そうだって、そう私のその友達も毎日めっちゃ可愛くしてきてる子と、でもそんなに毎日そのなんだろうな、あんまりしないで、それこそ体育祭の時とか文化祭の時とか、それステージに上がる時とかだけみたいな、だから可愛くしてたらなんか一気にわっ可愛いみたいになって、そうだから逆に黒髪ストレートでちょっと染めるとかね、ちょっと分かんない程度に染めるとか、光に当たったら茶色とかは全然ありだと思う。そう、まあスクールヘアレンジでも学校が緩かったらあんま分かんないけど、もし学校が緩いんだったら、緩くてもストレートおろしが結局一番可愛いっていうね、ストレートおろしが。で前髪超気になるんだけどこれ前髪が、で前髪さ超伸びたくない？どうしよう、なんでこんな伸びんの前髪って。すぐ前髪さ、なんか最近ずっと上げてたからさ、久しぶりに下ろしたらもうやっぱ癖がつき放題でさ、すごいことになっちゃった。そうやっぱ結局ストレートがあの誰にでも人気、なんか結構先生とかもさ、ストレートの子に優しかったりするじゃん。それもそういうことですよ。これね、こうやってグネグネできるの。グネグネできんのこれ、かわいいよね。でも私はこうやってきれいめにかぶるバケハが好きなので。そう、もう今日髪の毛さ、ずっと何もしてなかったからボサボサすぎて、ちょっとさすがに帽子かぶんないと、もう半夜半夜してたんで帽子かぶってます。まあ今からちょっとお外に行かないといけないので、まあすぐ出られるようにあとなんだろう、あでも20日がお話し会初めてですとかっていうのも多いね。使ってる香水だって、使ってるのは最近はディオールのヘアミストを使ってます。なんか2種類あって、ちょっと鼻の方、フラワー系の方、ちょっとドシッてしてる匂いの方、ドシッていうかどっちかと比べたらドシッてしてる方の匂いのやつをつけてます。そうでもヘアミストはそれで、香水はヘアミストと香水を一緒につけることはないんですよ。結構ディオールのヘアミストって匂いが結構持つから、そう本当に香水みたいな感じだから。でも香水は内緒です内緒、香水は内緒にしときます。なんか言われそうだから内緒にしときます。あとはまあ会いたいとかだね。あとは結構質問っていうよりは、もうすぐバレンタインデーですがお菓子作ったりしますか。あげるのはないけど、あげる渡したりするのは、私ねちっちゃい頃から作って渡すっていうことしてなくて、そう本当小学校の時ぐらい作ってたの、小学校の 2,3 回なんだけど、そうそう、だから全然なんだけど、私結構買ってあげちゃうんだよね。1人500円ぐらい
とかだいたい400円とか4、500円ぐらいのやつをその20人とか10何人とか友達にこう作ってっていうかあげるんだけど、そういうことをしてるからあんま使わないんだけど、作らないですね。そう、園芸用コップ結局どうしたんですか？使ってないよ、ただ置いてる。置いて、でもなんか欠けてたのね、なんかガラスの破片が欠けてて、だからね返品しに行く、返品してもう違うの買おうかなって言ってました。唇乾燥する、何使ってますか？私夜寝る時とか、まずお風呂上がって化粧水とか全部やった後にするのはこのロクシタンのリップバーム、これを使ってるんですけど、これで、まあ、これあんまり保湿力っていうよりは唇のこの皮のケアっていう方に多分こう特化してるんだけど、わかんないんだけどね、私のなんか感覚的には。だから適当にそれパーって塗って、であっちの部屋に戻ったらあのルクスリップって言って、あのルクスリップとラシャスリップっていうのがあるんだけど、ラシャスリップよりも成分がもっと特化したのがルクスリップっていうんだけど、で私ラシャスリップもルクスリップも持ってるんだけど、そうこんなやつ。これはもうなんか口紅を私がこう化粧して上にこのグロスとしてもこれ使えるから、そうグロスとしてもっていうかこれグロスなんだけど実際のところ、そうでこれグロス塗ってるからちょっとピンクになってるんだけど、これは化粧用なんだけど、化粧用のあのリップグロスにしてるんだけど、寝る時用のは本当にこれ透明のやつがあって、あの寝る時とかでも使えるんですよこれ。そうだから寝る時のは私その透明のやつ使ってて、であとはメイク用のやつはこれはこういうなんだろう口紅の上に重ねるグロスとして使ってて、でもたまになんか口紅はいらないな、でもなんか唇のケアしたいなとかっていう時はあのこれのこれにも結構色があるんですけど、いろんな色がでラメとか入ってたり、これはラメなしなんだけど、そう、それとかのピンク、赤ピンクっぽいのを使ってます。これ結構おすすめ。でもね、これ1本がなんか8000いくらとか結構高いんですけど、1本持ってたらすごいあのお得。なんかね、結構グロスとかってただツヤを見せて、ツヤをこうプルプルにしてっていう成分っていうか見た目が変わるって感じなんだと思うんですけど、これは唇の縦じわがなくなったりだとか、唇のこの再生を早くしてくれます、皮膚の。そうだからルクスリップでもやっぱ最初のつけ始めの5回ぐらいまではすっごい多分スースーすると思います。そうだからこれ本当におすすめ。なんか若く見える、なんかお母さんとかもこれずっと使ってるんだけど、本当に 4,5 年ぐらい使ってるんだけど、縦じわが一切ないの唇の、だからすごい若く見える。そう唇しめっちゃ潤いがすごいからおすすめ。まあでも高いけど全然減らないね、毎日塗ってるし、あのお風呂上がりとかも塗ってるけど、あんまりそんなあすごい減るとかはないとか。これね美容クリニックで売ってるんですけど、その脱毛とかするところに売ってるんですけど、これは結構その3本で3本買ったら1本ついてくるぐらいの値段、これがまあ1万6千円で3本買えます。だから1本2本買うのと1本みたいなついてくるみたいなキャンペーンとかあるのでおすすめです。そう、あーでもこう公演当たるように願ってくださいとか会いたいですとか多いね、ありがとうございます。パクミニョンさんって知ってる？めっちゃレイちゃんに似てる。知らないけど嬉しい。韓国の方かな。インスタの加工とかってしてますか？もししてたら教えてください。インスタ何もしてないよ。なんだろう、でもほとんどノーマルカメラで撮って、でちょっと色味なんかコンサートとかの場所で撮るとちょっと暗かったり明るすぎたりしちゃうから、そういうのはちょっと
なんか見やすいように色を抑えたりとかするけど、自分の携帯で大体撮るんだけど、結構コンサートの時って私すぐ携帯なくしちゃうんですね。そう、すぐ携帯なくしちゃうから、そういう時はメンバーさんに、あ、じゃあ携帯貸してくださいって言って、あ、これ後で送ってくださいって言って撮ってもらってっていうのが結構私多いから、最近結構、最近はもう顔に加工ついちゃってるとかっていうのもあるけど、大体は加工なしで撮るかな。なんかユーライクでもし撮ったとしても、肌加工が 30% ぐらいと、あとは小顔もあんまりつけてないね。なんか全部リセットしてます。でフィルターとかもノーマルの使ってます。そう、でもたまに、あ、目がちょっとちっちゃすぎとか、あ、ちょっとなんか太ってるとかっていう時はちょっとだけお顔修正しますって感じ。あとは、あ、どんな筋トレしてるの？あ、これなんか結構前にも、前も来てたんですけど、あ、これには YouTube 入ってないか。 iPod には YouTube 入れてないんだけど、なるねーっていう YouTube があるんですけど、チャンネル、なるねーさんっていう YouTube があるんですけど、それと、あとは、ひなチャンネル、脂肪燃焼チャンネルのこの2個と、だから今3個でしょ、とあと1個はなんかお尻に特化してるやつ、4チャンネルから8本ぐらいかな、8本6本ぐらい今選んでて、待って、6本かな、6本か、6本選んでて、その4つのチャンネルからね。そう、だから6本選んでて、その6本が、1個が5分のもあるし、なんか3分間頑張ろうみたいなやつの3分とかもあるし、10分のもあったりとか、全部時間バラバラなんだけど、その動画だけで40分ぐらいだったかな、だいたい40分45分ぐらいあって、でそれは全部広告の時間だけ休むようにしてます。そう、でそれと、あとは筋膜ローラーを自分で15分とか20分とか、まあ疲れた時は5分とか、でもだいたい10分15分ぐらいしてるんですけど、でその40分プラス15分筋膜ローラーして、あとはあの足のゴリゴリ、なんか顔とかにも使えるやつなんですけど、全身用だから、それを10分ぐらいかな、お風呂上がりにゴロゴロってやって、あとなんかやりたいなって時はそれでずっと手で逆にやったりとか、だから1時間半とか1時間15分とか、まあ、大体1時間過ぎぐらい、まあ足痩せを頑張ってます最近。そう、でもね、なんか全然細くなってる気しないんだよね、なんかそう、なんかやっぱ、でも今でも10日目とか、今確か、あのね、ママにスタンプラリーをやってもらって、いつもね、あのスタンプつけてもらってるんだけど、多分もう10日目ぐらいなんだよね確か。そうで、10日目ぐらいで10だから10回ぐらい、11回10回ぐらいやってるんですけど、そう、まだスタンプラリーつけてない時もあったから、まあ11、12ぐらいやってるんですけど、11、12ってことはさ、だいたいいつも1時間半とかしてるってことはさ、まあ単純に考えて13時間とか、もうそんぐらいやってるわけじゃないですか。でもなんか全然足痩せてる感じしなくて、でも私結構筋肉太りのタイプで、やっぱバスケとかゴルフとかバレーとか、ちっちゃい頃にすごいスポーツをやってたから、なんか筋肉がこう固まっちゃってっていうタイプだと思うんですね。でこう鏡で見たら前ももの張りがあるタイプだったので、じゃあ前ももをなくしてやろうと思って、だから最初は筋肉をこうね、ほぐしたりしてたんですよ。そうそうしてるんですけど、でも確かになんか足全体が柔らかくなったから、こうなんか筋肉が緩んできてくれてるのかなとか思ってます。そう、まあね、そんなすぐにね、11日とか2週間ぐらいそんな効果が出たらみんなダイエットするよと思うと思うんですけど、まあやっていきたいと思いますって感じですね。だからそんな感じ。勝負って時に円滑ぎする食べ物服とか、
勝負？どういう勝負？勝負ってどういう勝負だろう。どういう勝負だろう。となんか勝負って日ないかも私あんまり。勝負って日ないですね。勝負？勝負って日ある？ある？勝負って日あります？勝負って日ある？試合ないよ。勝負の日ないよ。ある？勝負の日あります？コンサート前、コンサート前で勝負なの？あれ。勝負？お仕事やん。勝負なの？あれって。コンサートって全然勝負感ないんですけど、おかしいのかなこれって。なんかさ、デートとかはさ、もう多分勝負の日とか言うじゃないですか。そういうのもアイドルだからないしね。ないです、ないです。公演かツアー、それって勝負なの？何の勝負に出るの？だってだってさ、そういうさ、その好きな人とかのデートとかだったらさ、絶対に振り向かせたいとかが勝負じゃないですか。公演とツアーってさ、パフォーマンスでしょ？わかんない、勝負はないかも私。勝負ね、勝ち負けと書いて勝負だからね。そうやっぱさ、そういうの振り向かせたいとかだったらさ、振り向かなかったら負けなわけじゃないですか。お顔めちゃくちゃタイプとかも多いね。ありがとうございます。なんか最近多くて嬉しいですよ。もうとても、インスタにコメントしないよ。だってそう、確かに私ね、インスタのコメント閉鎖してるんだよね。特に理由はない。なんでだろうね。なんか嫌なコメントがあったとかだから閉鎖してるとかっていうわけでもないんだけど、なんかインスタの設定で、なんかこの公式マークついてからっていうか、1000人ぐらい超えた時かな、もうすぐでも1000人は超えてたんだけど、1000人超えたぐらいから、そのなんか設定欄みたいなのがちょっと変わったのね。でそれでコメントオフにしますかみたいになってて、そうでもなんかそれオフなのかオンなのかよく分かんなくて、そうでそのままに適当にしてて、そしたら私のインスタが、まあ、全部英語表記になっちゃった時があったんですね。その時に英語から日本語に戻したいっていう時にめっちゃ設定いじったのね。いろいろなところ触っちゃったので、そこでコメントオフっていうところ多分やっちゃったんじゃない。でそれから自動的にオフになっちゃったっていうのが、まあ、点なんですけど、だから嫌なコメントがあるから閉鎖とかじゃなくて、もう別にコメントうんって感じだから閉じてますね。閉じてるっていうあれもあれだけど、別にって感じだからかな。はい、別にっていうか、なんだろうね。なんでだろう、別にうんって感じです。その英語設定からいじっちゃって自動的になっちゃって、また解除すればいいんだけどね、解除すればいいんですけど、まあいっかって感じで。そうやっぱさ、私 SNS をいっぱいこう抱えてるじゃないですか。755も Twitter もインスタもモバメも TikTok もって、まあさ、見るだけで5つもあるんですよ。で5つもあって、メンバーともね結構こう話したりするんだけど、5つプラスそれ5つを全部さ、コメントを見ないといけないわけじゃないですか。でなんか1つ減らしちゃってもいいとさ、まあ、たまに思ったりするんですね。なんか755の使い方ってどうやって使えばいいんだろうとか、 Twitter とインスタは結構わかるのね。そうでもなんか755って自分的にどうやって使ったらいいんだろうとか、そう思ってて、で目を通すのも大変だし、コメント一個一個にね。だから私的にはこのインスタがこう閉じてても、755とかで、あ可愛かったよとか、ツイッターにこうこあの上げました、投稿しましたとか言ったら、あそこのツイッターのリプランに、あ見たよとか、可愛いねとか、服に合ってたねとか、書かれたりするから、なんかそこで満足しちゃってるっていうのもあるかもしれない。そう
だからインスタは投稿だけで、コメントとかはそのツイッターとかでこう告知したら出てくるから、まあいいかなと思ってます。そうそう、 SNS ねいっぱいあってね、ほんと大変なんだよね。そう大変だね、全部ね均等に更新しないといけないってのは難しいし、そうかといってやらなかったらね、そうそう、ツイッターほんと便利、いろいろだからそんな感じです。なんか別に思ってしまいます。そうなんか、まあそんな困ってないからいいかなって感じです。フルーツパフェで乗ってて一番嬉しいフルーツ、いちごです。ディズニーキャラクターだったら誰が一番好き？ディズニーはみんな好きなんだけど、そうあんまディズニーとかサンリオとか私そんな詳しくないんだけどさ、なんかあの名前とかあんま分かんないんだけど、あのすごいなんだっけ、あの有名なミッキーミニーとか分かるんだけど、なんかあのデイジーとかなんかそこら辺ちょっとあやふやなんだけど、ディズニーは、あでもぬいぐるみとかを初めて買ったりとか、ぬいぐるみシリーズをほぼ集めてたのはダッフィーとシェリーメイのシリーズ、ダッフィーシリーズってあれ言うのかな、わかんないんだけど、ダッフィーとシェリーメイと、あのなんかお絵かきみたいな、お絵かきするいるじゃないですか、クマちゃんみたいな、なんだっけ忘れちゃったんだけど、それも集めてました。ダッフィーは一番ちっちゃいダッフィーから一番特大サイズのダッフィー、ダッフィーとシェリーメイちゃんどっちも持ってました、ちっちゃい時。そうめっちゃ大きいよ。そうなんか一番ちっちゃいのは多分ね1万円以下で、次がね多分1万円2万円ぐらいで、次が5万円1体で5万円ってやばいよね。それをねおねだりしてちっちゃい時にペアで買って、そうあの持って鹿児島まで持って帰ったっていうのがあります。そうでもダッフィーすごい好きで、海外のダッフィーとかも集めてて、なんか海外のカルフォルニアのディズニー限定のやつとかも買ったりとか結構集めてました。そうそうね、両方で10万円って考えたらさ、今だったらさバッグ買いたいとか思うじゃないですか。そう2メートルくらいでね、1万円のは1万円か2万円のやつはあのショールームで多分1回お見せしたことあるんだよね。8より全然でかくて、で次のは3回りぐらいもっとでかいね、普通に座ったら私と一緒ぐらいです。こうあのテリー座りさせたら私もテリー座りしたら同じぐらいです。そうでもねちっちゃい時は本当ディズニー好きで、まあ、今も好きなんですけど、もうちっちゃい時帰りたくない帰りたくないって思ってました。そうはなかなか劇場行けなくてごめん、もう少しコロナ収まったら絶対応募するから待ってて彼氏ですか、ありがとうございます、待ってますねレイちゃまが好きなおでんの具はだって、ねこんにゃくと卵、笑顔の写真ください。友達からもたくさん来てます、ありがとうね。絶対見てないけどショールームはね。オタクボイス、あれを待ち受けにしてるけど効果抜群です、運動しなきゃって思う。えでしょ、あれほんと効果抜群。そうそう、もう一回聞きたい今のやつ。オッケー、平日をなんて、待って、なんてこれでいいの、いきます。
平日はなかなか劇場行けなくてごめん。もう少しコロナ収まったら絶対応募するから待ってて。待っててってなーに待っとくけどよ、待っとくけど謝ることではないし、彼氏、彼氏かな。私思ったんですよ。わかんないよ、わかんないけど、わかんないけどさ、もしさで待って、そんな面白いの、やだ、めちゃくちゃバカにしてるな。だってしてないよ、だって男性の声って声でしょ。だってさ、逆にさ、これをさ、平日は全然行けなくてごめん、もう少しコロナ収まったら行くよ、待っててとかの方がおかしくない？逆にそっちの方がおかしくないですか？ならこっちの方がバカにしてない。いや本当バカにしてない、ごめん。なんかもしバカにしてるってそうなんか思ったなら本当ごめんなさい、ごめんなさい。そんなん笑わないでよみんな。のんのんとの思い出はだって、のんのんさんとはめっちゃたくさんありますよ。そうこん、そう、のんのんさんとはめっちゃ思い出あって、でもいつ仲良くなりましたかって言われたら、去年の3月ぐらいかな、からもう2人でお出かけとか2人一緒に寝たりとかは始まったんですけど、でも本当にそれなんか、でもめっちゃ仲良くなったタイミングはめっちゃ覚えてて、チームメイトで舞台をしたじゃないですか、4月ぐらいに。そうマジ無理の舞台やったと思うんですけど、それのレッスン期間ぐらいかな、でいきなり仲良くなって、そう、そう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 、でいきなり仲良くなってっていう感じからこう仲良くなって、でももうそっからで、その4月終わりぐらいかな、で2週間ぐらい一緒に、いや本当に2週間ぐらいかな、一緒に毎日寝て、でご飯食べて、本当に同居っぽいことしてた、半同居みたいな感じのことしてて、でそれでめっちゃ仲良くなってね、やっぱ。でそれでいろんなところ遊びに行ったりとか、そうで、お互いフットワークがめちゃめちゃ軽いっていうところが一番だと思うんですけど、なんかまあ例えば、まあ、のんのんさんがさ、これ行こうとか言ったら、あ行こうって言ったら私すぐ行くんですよ。で逆に私がのんのんさんにここ行こうとか言ったら、あ行こうとか言ってすぐそう遊んだりするから、多分ねすぐ仲良くなったと思うんですよ。そうっていう感じでしたね。でそっからずっと仲良くて、で今って感じです。そう、まあいろんなところにね遊びに行ったりもしてたから、仲良くなるスピードは多分ねすごい。でも一番の思い出はってなんだろう、でも最近はなんだろう、なんかスケート滑りに行きたいねって前の日になって、で、あ行こう行こうって私も言ってて、でなんかね、なんかほんと気が合うの。なんか例えば私がここのスケート場行きたいんだよねって言ったら、私も今言おうと思ってたとか、私もそこ見た行きたいとか、なんか絶対にどっちも行きたいみたいになるのね。なんかもしかしたら合わせてるとか思うかもしれないけど、同じタイミングで全部 TikTok が、ねえ見てって言ったら、え私も今同じの見てたとか、で次再生するじゃん、次も一緒なの、おすすめが。だから多分見てるのも全部一緒だしってなって、まあそんなこともあったりとか、もうでも全部が思い出ですね。シンクロめっちゃするし、そうなんか全部が思い出です。なんかでもね、なんだろう、楽しかった思い出がたくさんですね。そう、そう本当にこんな感じです。いっぱいあるで。ヒュートーンで今年やりたいこと、なんだろう、まずはなんかヒュートーンでさ、こうやっぱ新体制になってから、新体制っていうかさ、なんだろう、新体制っていうの、長谷ももちゃんが卒業して、あと前田さんもこう卒業してってなって、そうで、そうなったからこうヒュートーンで活動っていうのをしてなくて、
だからとりあえずなんかヒュートンのみんなでイエーイってやりたいです。なんか目標とかじゃやりたいことイエーイでとりあえずみんなで集まりたいです。イエーイイエーイって集まりたいそう、それでいいです。それでいい、それをまずしたい。なんかやっぱヒュートンってなんだろう、めっちゃいい意味でなんか一人一人がちゃんとしてるんですよ。なんか一人一人ちゃんと意見を持ってるっていうのかな、そうっていうのがやっぱあるから、そうヒュートンでそこがすごいいいところで、なんか前ヒュートンとかで結構こうイベントとかパフォーマンスとかしてる時ってまだ結構みんな本当それ2年前とかだからさ、1年前とか2年前とかだから1年半前とかかだから結構みんなまださ、この年齢がさまだ今よりはさ子供だったじゃないですか。だから今もっとその各チームっていうのかな、なんか活動でこうたくさん成長してまた一旦集まってヒュートーンってしながら仲良くしたいです。そう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 、ヒュートーンね、なんかできたらいいですけどね、なかなかもう今のご時世っていうのもあるし、なかなかこうねできないですよね。なんでなんだろうね。でもやっぱもうさ、今なんかユニットの活動ってもうそもそもなんかなくなってきちゃいましたよね。なんかね、なくなってきちゃったよねっていうところもあると思うんだけどね。そうだからまあ頑張ろう、ヒュートーンね。そうでも私もしヒュートーンがなかったらね、前田彩香さんとかそれこそ田口真奈香さんとかくるるんさんとかね、その自分のやっぱチームメイトと16期生の方がこうミックスされたあれだったじゃないですか。だからその16期さんとこうなかなかね喋る機会もなかったですし、もし兼任してたとしてもこう真中さんとかさ、もしさ兼任してもさ、私チーム B でした、チーム K のキャプテンの方でした、絶対接点なかったと思うの。だから何かのご縁なんじゃないかなって思って、そう仲良くできたらなと思ってます。そうでも真中さんさすごいなんかで、あれいちゃまって言ってきてくれてすごい嬉しいですって話です。そうそうそう、なんかさ真中さんって私の1個上ですよね、なんですけどなんかすごい超大人な感じがするんですよ。なんでなんでしょうね。なんか将来なんかキャリアウーマンとかになってそう、なんかねセレブになってそうっていうのは私は予想できる。なんかねバリバリに働いてそう、そう想像できます。そうなんか秘書とか似合いそうだよね。そう、そんな感じです。そうレイちゃん孫も理想のファン像は、だって理想のファン像なんだろう、理想のファン像ってなんだ、理想のファン像って何にゃん、なんだろう、特にないかな。特にないかな、なんだろう、やっぱ理想のファン像とかでは全然ないんですけど、全然ないんですけど、なんだろうな、やっぱ理想のファン像とかでは全然ないよ、もう全然関係ない話今からするんですけど、なんか私が思うアイドルのファンとの距離ってわかんないよ、わかんないけど、ちょっと待って一回考えるわ。そうやっぱなんだろうな、近すぎず遠すぎずっていうのがなんかちょうどいいんじゃないかなと思ってて、ちょうどいいっていうか、なんかお互いね
なんかやっぱりもし私がファンの方、ファンで私をまあ推してるとするじゃないですか、自分で自分みたいになっちゃうんだけど、まあ、例えば私がファンだとしてて、そしたらさ、やっぱさ、私結構嫉妬深いっていうか、私結構カマチョなタイプなんですよ。結構カマチョで、なんか結構レイちゃんって言われないと嫌なタイプの、すごい超めんどくさい彼女みたいな感じの性格してるんですけど、そうだからやっぱり自分以外のそのファンの人とこうイチャイチャみたいな、なんか2人しかわからないなんか会話みたいのをこう、なんだろうな、こうせあのなんだろうな、 SNS とかそういうところでされちゃうと、なんかもし自分だったらなんか、えなんかなんかなんだよレイちゃんみたいなことになっちゃうから、そうそうそう、だからそういうのを私はあんまりしないようにしてるかな。だからもしするとしても、なんか2人だけど秘密とかじゃないけどさ、よくわからんよ、なんか2人だけのしか聞いてない会話は、オンライン話し会とかそれこそ握手会とかじゃないですか。そうだから私は気をつけてるっていうことは、そのオンライン話し会だったらもう本当に1対1だから、その誰にも聞かれることないわけですよ。そう本当に2人の空間だから、その2人だけの話なんか言ってもいいけど、そういう755とかでは私はあんまり言わないようにして、あんまりね、もしかしたら、もしかしたら自覚なしで言ってるかもしれないけど、できるだけ言わないようにしてますって感じです。そうだから、そうですね、そうね、でもやっぱ AKB のファンの方ってこうマナーがちゃんとなってる方がすごい多いなってこう思ったりするので、なんだろう、ファンの人同士のこう対立みたいなのはメンバーの目とかにはこう触れないんですけど、だからなんか理想像って言われるとよくわかんないけど、でも難しいよね、ファンの方との距離って。私もわかんない、そうね。でも私結構ね近いと思うんだよね AKB って。なんかそれこそさ755とかさ、コメント結構返されるじゃないですか、とかさ SNS とかメンバーから発信するわけだからさ、近いじゃないですか、とかお笑い話会とかとかね、結構近いと思うんですけどもねって感じです。でもなんだろう、難しいよね。特にない、なんかファン像みたいのはないけど、でも一つ言えるのはやっぱり今 SNS の時代になってきてて、このコメントとか、なんだろう、文章に表すとき、文字、携帯でデジタル的にこう発信されるようなことって相手の表情もわからないし、まあ大体さわかんないじゃないですか、こう私たちからしてもさ、まあ、わかんないんですよ。そう、なんかどんな人なんだろうみたいなさ、わかんないからさ、なんかこう文字とかは、例えばなんだろう、例えば「ええてん何はてな」だけがこう送られてきたら、もしさ自分がその私だったらね、私がこうちょっと気分落ち込んでるなとかっていう時に、ちょ心が弱ってる時にね、パッて見たら「え何?」に聞こえるじゃないですか、みんなそうだと思うんですけど。でも気分が「イエーイ!」みたいな、私ハッピーみたいな時は「え何?」みたいな聞こえる、まあ大体「え何?」に聞こえるかもしれないんですけど、とか、なんかもしそれに「え何?」みたいな、なんか横笑いみたいなの絵文字が3つとか、まあ、1つとかついてたりとかしたらさ、なんか「え何?」みたいになるじゃないですか、読み方的にはね。でもさ、もしさその絵文字がなかったらさ「え何?」になるわけじゃないですか。だからやっぱさ今の時代って本当に難しくてさ、だから絵文字を1個つけるとか、もし自分がそう本当に人ってさ一人一人もう人間って10人十色だから、漢字方が違うんですよ。
だってさ、ちょっとさ、こうちょっとさ、ねえってねえってちょっと押されてくる、え、見たってなる人もいればさ、ポンってやると何っていう人もいるわけじゃないですか。そうなるから、そういうなんかさ、一人一人感じ方が違うから、そう、わかりやすく言うとね、そう、感じ方が違うから、なんかもし自分が、え、これって、え、何って思って送ったとしても、相手からしたら、え、何みたいな聞こえる可能性もある。 100%、 99.9% な、 100% ありませんってわけじゃなくて、あるからさ、普通に考えて。だからそれなんか今やっぱ SNS の時代で本当めんどくさいよね、そう考えると。だからそれなんか送るとかの時も、何でもかんでもなんかハッピーな絵文字つけるとか、もしなんか怒りたいとかになったら、もう DM にそういう悪いことは送っていただけると嬉しいなと思います。はい、そう、やっぱね、一人一人感じ方が違うのよ。なんかそれはなんか私も一回なんか失敗したことみたいのがあって、小学校、あ、中学校の時かな、なんか中学校の時に、なんか私その7人8人ぐらい、そうで、こう仲良かったって言ったじゃないですか。でそこでなんかあだ名みたいなつけたのかな、で、あだ名みたいなとそのつけてて、そのグループ、あ、まあ仲いい友達たちで、なんか、 あの子あれっていう名前にしようよみたいな、名前っていうかあだ名、そうで、なんかそうで、いろんな子にもつけてたのね。でそれでそのクラスの中でわかるあだ名みたいなのをつけてて、そうクラスメートみんなでねつけてて、でそれで私たちがつけたら結構周りの子とかもそのあだ名で呼んでたりしてたの。そうだったから普通になんか自分たちとか、まあ、そのクラスメートみんな的にはなんか全然そのディスってるとか、 なんか嫌な気持ちになると思って全然つけてなかったね。で今その名前を言っても全然傷つかないんじゃないかなとか思っちゃうのね。でもなんかその子からしたら結構なんか嫌、なんか昔そのあだ名をつけられてちょっと嫌な思い出があるみたいな感じだったのね。で それってさ、結構さ、聞かないと分かんないじゃん、え、このあだ名でいいって言って、でも私実はっていうこのターンがないと分かんないじゃん。でもなんかその呼んでる時とかも、あ、なんか例えばさ、まあ適当に、まあ、リーちゃんもだからレイちゃんもって言ってさ、はーいとか結構言われてたのね。そうだったからなんか傷ついてるとこっちも分かんなかったし、なんかクラスみんなそれでなんか喜んでるとかじゃなくて、それが別に嫌がってるとか全然思ってなかったの。そう、あ、そしたらある日なんかいきなりその先生に、私たちなんかクラス会みたいなってなんか言われて、なんか嫌なんですよこれみたいな言ってたよみたいに言われて、あ、え、そうなんだってそこで知って、でも私たちって全然悪気なかったから、なんか、あ、そうだったんですねみたいになって、みんな反省ねして、だからそこで私思ったの。だからなんかやっぱ人はなんかそういうね、なんか聞き出さないと分かんないこととかもあるから、もうそういうのはやめようと思って、もう名前でこれずっとそれから呼んでるんですけど、あんまりあだ名とか呼ばずにね、もうつけず、もうつけずにそうやってるんですけど、だからやっぱ人の感じ方って本当に違うなと思うし、感じ方は違うしねと思いましたね。そうそう、でもね、私的にもね、ちょっと悲しかったことがあって、なんかいじめられましたみたいなね、言われちゃってたのね、その時に。だからなんかちょっとさ、逆にこっちも悲しいよと思ってさ、なんかいじめてるつもりないけど、そうだからそれも本当に感じ方なの。そう、感じ方なんですよ。そう、もういじめられたって感じたらもういじめなのって言われて、それはお父さんに言われたの。なんかもう、それ私がなんか反発したのね、家で。なんか、いじめられたって言われたんだけどって言って、そしたらいじめられたって、レイちゃんはもしかしていじめたって思ってないかもしれないけど、相手はいじめられたって思ったらもうそれはいじめなんだよって言われたから、ああ、そうなんだと思って、それからもうすごい気をつけてる言葉遣いとか。そうだから、もし私その子の件がなかったら、もう一生もうかん、そこ、そのなんか人によって感じ方が違いますよっていうのを知らずに生きてたね、今も。だからすごい勉強になった。でもその子とは普通に今 LINE とかしてます、仲いい。そうでもね、普通に謝ってきてよ、そのちょっと本当に年数が経って、私がその学校転校してから、なんかあの時ちょっとちっちゃいことで言っちゃってごめんねみたいな、なんかお互いこう待ったねみたいなって、あ、全然いいよっつって、そうっていう感じです。だから本当に人によって感じ方が違うのよ。そう
そうそうそう、難しいよね。そうでも私も逆バージョンあって、それのなんかそれこそなんかミニバスしてたんですけど、ミニバスの時になんかさ、小学生ってさ、ちょっとのことでさ、なんかすごいなんか揉めるじゃないですか。でなんか揉めちゃってて、それでなんかなんだったっけ、あ、うん、ちょっと説明が難しいからやめます。そうっていうのがあったりするので、あの人によって感じ方っていうのは違うから、皆さんもねこう気をつけた方がいいんですよ。やっぱなんかなんだろうな、なんか最近すごいなんかそういう誹謗中傷の事件とか見てて思うんですけど、なんかこう芸能界とか芸能人とか、まあ、芸能界にステージに立てるとか、まあ、アイドルとかさ、私たちみたいにこうステージに立てる人とか、俳優さんとか女優さんとか、まあ、インスタグラマーさんとか、まあ、いろんなさ、いろんな方面でこう輝いてる人っていっぱいいるじゃないですか。でその人たちってロボットなのかなと思ってて、なんかロボットと思ってるんじゃないって最近思い始めちゃってて、私的にはね、なんかこう見てる人はさ、なんかもちろんなんかちゃんと なんて言えばいいんだろう、なんか本当言葉で説明するのは難しいんですけど、なんかロボットじゃないのよ。なんかロボット傷つかないと思って言ってるのかなと思い始めてて最近。そうなんかまあ言えばデブですねとかさ、チビデブだねとか、顔ブサイクだねとか言われてさ、傷つかん人なんていないわけよ。なんか最近私とかはもう言われてもなんか、あ、へっちゃらって感じで、あ、もうシッシッシーって感じにやってるんですけど、なんかそういうの言われて傷つく人は、まあ、人間だから傷つくのよ。でそれに慣れちゃう方がおかしいんですよね、もうこんな感じで。だからその誹謗中傷とかは本当にやっていいことなのってまず自分に問いただした方がいいと思いますっていう感じです。そうやっぱアイドルも人間だし、芸能人みんな人間、そうあの傷つかないとか、傷つかないんじゃないんだよ、傷つかないようにあのメンタルが強くなっちゃったの、言われすぎて。そうっていうのをあの心にねしまっててほしいなと思います。そう傷つかないんじゃなくて、もう言われすぎて慣れちゃったんだよって感じ。そうじゃあ慣れちゃったので言っていいじゃんっていうね、ちょっと言う人もいるかもしれないけど、これ以上もうズタボロにしないでくださいって思いますよ。そうだからね、だからこのねショールーム見てる人はもちろん言わないと思うんですけど、もしなんか言っちゃおうかなとかそういう気分とかになっちゃったら、私のこの言葉、芸能人もロボ、芸能人はロボットじゃありません、心はありますっていうのを感じてくれたら嬉しいなと思います。はい、そうね、でもね、まあね、絶対ね、そうね、そう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 とかさ、なんかさ、なんか最近見るのはなんか、じゃあ直接送らなきゃいいんだみたいな、じゃあなんかその掲示板とかに書いちゃおうみたいな、そういう考えになっちゃう人もいるらしいんですけど、掲示板とかもなんかいろんな、このなんだろうな、自分がこう見ようとして見てなくてもいろんな面からのこう情報が入ってきちゃうんですよ、ピョーンって自分の頭に。でそれ見ちゃって、あーってこう沈んじゃったりねするので、もうどこにも書かないで、もう自分のメモ帳に書いて、自分のメモ帳に。そうそう、なのでっていう感じです。そう、まあこんな感じかな。そう、あ、そう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 、下北 FM さん、いや私出演するので皆さん見てください。で多分なんか生電話コーナーみたいな毎回あるじゃないですか、それ皆さんさ、たくさん応募してください。そうなんかたくさん応募してくださいそう応募してほしいの、絶対に応募してほしい。そう、あ、そう、下北 FM さん出ますよ、2月の後半、2月の24だったかなに出ます。で多分ね、わかんないけど、いつも生電話コーナーみたいになるから、絶対みんな応募して、応募、そう、生電話恥ずかしい、え、大丈夫大丈夫大丈夫、なんか声変えてくださいって声変えて、だって声でわかるなんていないから大丈夫よ。
生電話恥ずかしい。でも生電話あれさ、20秒とか本当にあの一瞬、今日の夜ご飯何ですかとか言って、もう本当にそれぐらいで終わっちゃうから全然大丈夫。そう、お願いします。え、本当に応募して、なんか当たんないと思って応募してください。でもそういう人こそ当たるんだよねいつもなんか当たんないと思って応募して当たっちゃったとか多い。そう、生電話は1人1回。え、何回もね、多分応募できる。で、何回も応募したら、もうほぼ 100% の確率で、当たります。そう。だから皆さん、本当にお願いします。そう。え、そう、割と当たる。だからさ、応募者多分少ないんだろうな。多分30人ぐらいしか応募してくれてないよ。そう。そう、なんか、でも、なんか前、なんかそのリハの時に、リハがあるんですけど、その時になんかすごい今日たくさん来てますみたいな言われて嬉しかったから、皆さんね、ぜひやってください。そしたらね、もしその生電話の応募が多かったらさ、また下北 FM さんさ、呼ばれるかもしれないから、お願いします。お願いします。オンライン話し会、声だけだね。でも声だし、なんか全然声、あのね、電話の声だからガラガラガラって感じ。女の子も結構ガラガラガラの声に聞こえるから、そう、大丈夫だと思う。ほぼね、声で判断されないよ。あ、これ誰だみたいな、わかんない、私もわかんないから。そう、じゃあ皆さんね、そんな感じで応募、まあ、多分まだしてないんだけど、そう、まずはお話し会だね。クレカ払いできるか、え、できると思う。多分クレカ払いとかなんじゃないかな。13位、大ちゃんさん、ありがとうございます。12位はランチ番長さん、ありがとうございます。11位はブケニャンさん、ありがとうございます。10位はセッキーさん、ありがとうございます。9位はアンジュヨンカムパンガッタさん、ありがとうございます。8位はモボレスさん、ありがとうございます。7位は天守閣さん、ありがとうございます。6位は YSA さん、ありがとうございます。5位はオメーラさん、ありがとうございます。4位はマサトシさん、ありがとうございます。3位はマックスさん、ありがとうございます。2位はウホウホさん、ありがとうございます。1位は、ライムさん、ありがとうございます。皆さん、ギフトもありがとうございます。そう、今から白ご飯を買いに行かないといけなくて、そう、昨日さ、買いに行こうと思ってたのね。でも昨日ね、出前しちゃったの、豪華に。そう、だから今日こそ買わないといけなくて。じゃあ、それでは皆さん、ありがとうございます。バイバーイ。